三ゆは大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦。三ゆは吹雪型駆逐艦の四番艦。吹雪級の一隻。当初の艦名は、第38号駆逐艦。浦賀選挙で1927年4月30日に、寄港、1928年6月26日に、浸水、1929年6月29日に春、春工。竣工とともに、 第11駆逐隊に編入され、同駆逐隊は、雪球四4隻を揃えた。1934年6月29日、第11駆逐隊は、第二水雷戦隊に所属して、チェジュ島沖合で行われた、連合艦隊の演習に参加。本艦は、吹雪型駆逐艦24番艦、電と衝突、艦首部を喪失した。三雪の艦隊後部は、軽巡、中に栄光されて、 させぼ港駅頭中、浸水により沈没した。浮いていた、みゆき全部も、まもなく沈没した。1927年4月26日、日本海軍は建造予定の駆逐艦4隻を、それぞれ、第36号駆逐艦、第38号駆逐艦、第39号駆逐艦、第44号駆逐艦と命名する。第38号駆逐艦は、同年4月30日に、 裏賀選挙で寄港。1928年6月26日午前11時30分、第38号駆逐艦は無事浸水。8月1日付で、第38号駆逐艦は、み雪と解消。12月10日、日本海軍は、加藤二太郎中佐を、み雪偽装委員長に任命する。1929年2月12日午後。 東京湾で試運転中に E 号第24潜水艦と衝突、スクリューに損傷を受けて4月30日の竣工予定を延期した。6月29日に竣工、クレチンジュフ席、同日府で三行偽装員事務所は撤去された。加藤偽装院員長も正式に三行駆逐艦長となった。三行竣工後、吹雪型駆逐艦4席はクレチンジュフ所属の 第11駆逐隊を編成。第2艦隊、第2水雷戦隊に所属した。第11駆逐隊編入から間もない1929年8月2日午後9時、山口県湯谷湾で、第12駆逐隊の射撃訓練に協力中の、美雪は、流れ玉2発が命中して勝破。負傷者4名。前鶴用工部工作部で修理を実施した。11月1日。 第11駆逐隊司令駆逐艦が初雪から三雪に変更された。11月30日、全国大佐は標的艦、摂津特務艦長へ転任。森田茂房大佐が公認の第11駆逐隊司令となる。1930年11月20日、加藤は第28駆逐隊司令に捕食され、安富義助中佐が公認の三雪駆逐艦長となる。 12月1日、第11駆逐隊司令は、森田大佐から、南雲忠和大佐に交代する。1931年10月10日、南雲大佐は、軍令部参謀へ転任。公認の、第11駆逐隊司令は、小沢寺三郎大佐となる。同月、三雪は、呉交渉で完用、お津型一号分年期の乾燥等の工事に着手。12月1日、 第二予備官となった。同日府で、安富は、姉妹艦朝切駆逐艦長に任命される。同時に、姉妹館初雪艦長、川原金之助中佐も、綾波駆逐艦長へ転任。海軍は、直塚八郎中佐に、三雪、初雪駆逐艦長兼務を命じた。また、小沢大佐は、海軍大学校教官を命じられて、退任、公認の、 第11駆逐隊司令は、第28駆逐隊司令、加藤二太郎大佐となる。さらに、艦隊の再編により吹雪型三隻で、第20駆逐隊が編成され、第11駆逐隊は三隻となった。1932年1月11日、自家塚中佐は大港防備隊副長へ転任。天津風型駆逐艦二隻艦長を兼務していた、金松中佐が、 新たな三行き、初雪駆逐艦長となる。5月16日、筆金松艦長は吹雪型、姉妹艦天切駆逐艦長に捕食される。姉妹艦白雪駆逐艦長、中原達平中佐が、吹雪型三積艦長を兼務することになった。7月1日、山口次平中佐が初雪駆逐艦長に、捕食される。これに伴い、 中原中佐の艦長兼務は2席となった。7月8日、工事を完了。12月1日、第二水雷戦隊に復帰。同日府で中原艦長は姉妹艦式並艦長へ転任。大森正直中佐が三行駆逐艦長に捕食される。金増義雄中佐は白雪駆逐艦長に捕食された。また、第11駆逐隊司令も、 加藤二太郎大佐から後藤栄治大佐に交代する。1933年11月15日、第11駆逐隊司令、後藤栄治大佐は、川内型慶巡洋艦二番艦、中艦長に捕食。公認の1 1る司令は、第20駆逐隊司令と、姉妹艦磯波駆逐艦長を兼務していた、横山茂大佐となる。 1934年4月7日から6月15日まで、美雪は、呉海軍交渉で入居整備を実施。6月下旬、連合艦隊は、チェジュ島港沖で演習を実施。6月28日、第2艦隊司令長官、高橋三基地中将指揮下の第2水雷戦隊、第4戦隊第1小隊、第6戦隊、第2潜水戦隊、第1戦隊、 および、流上航空部隊は、オツ軍を編成。これに対し、連合艦隊司令長官、末次信政中将指揮下の混合型戦艦2隻、第4戦隊、第2小隊、第7戦隊、第1水雷戦隊、第1航空戦隊、第1潜水戦隊、補給部隊等も、航軍を編成。航軍、オツ軍はそれぞれさせ保を出撃した。 6月29日午後1時、第4回連合艦隊基本演習が始まる。午後5時頃より本格的な交戦が始まるが、境愛海面に多数の艦艇がひしめき、さらに天候と縁幕の試し会は極めて悪かった。鳥海座城の第2艦隊参謀、大西晋三中佐は演習条件に多少お無理があったが、 これくらいの無理はこの時に限ったことではなかったと回想している。午後6時頃ろ、オッツ軍の第11駆逐隊は、航軍の第4戦隊、第2小隊に対し来撃を観行し、続いて縁幕を天羅で避け、たまたま発見した絹笠に続行しようとしていた。直後、縁幕の中から、オッツ軍の第6駆逐隊が出現、回避できず、天が、 ミユキの左辺に衝突する。ミユキの船体は、環境直下の46番ビーム付近で断裂。後部船体に、中が、大復し、中、あたご乗組員の応援を得て、排水を試みたものの浸水が止まらず、第二水雷船体司令官、安倍清少将は、みゆき乗組員の退去を命じた。みゆき乗組員は、中に移動。継承者は、戦艦。 金剛に収容された。三ゆの陸民総員退去完了後、中は、三ゆへの横付けを話す。午後9時53分、北緯32度51分統計127度11分、北緯32.850度統計127.183度、32.850127.183もしくは、北緯32度57分統計127度14分、 北緯32.950度統計127.233度、32.950127.233地点で沈没した。見行き監視部分は駆逐艦2隻で栄光を試みたが、農務の中で見失い、翌日の捜索でも発見できず、沈没したものと推定された。また、鳥海も現場に残留し、翌朝には水上偵察機を投入して、 捜索に従事したが、三行艦監を発見することはできなかった。三行水兵2名と、機関兵1名の3名が死亡、水兵2名が行方不明、電上組員1名が行方不明となった。戦艦、不装分隊長として、衝突を目撃した高松の宮信人新能は、もっと早く、日向くらいが横抱きすればよかったと評している。この後監視を喪失した、は、 姉妹艦白雲に栄光され、6月30日朝以降は、中に栄光され、響きや衛戦の応援を得て7月1日午後3時、佐世保に帰投した。7月3日、第11駆逐隊司令駆逐艦は、三行から、初雪に、第6駆逐隊司令駆逐艦は、電から、響きに変更。同日府で、三行残務整理事務所を設置する。7月5日府で、 第11駆逐隊より除かれ、胴体は吹雪型二隻となる。大森中佐、足田部一隊員、黒瀬敦志隊員、板垣かなの隊員、国松達志機関隊員等も、それぞれの職務を説かれた。7月22日、事務所撤去。同年8月15日に除籍された。みゆは吹雪型駆逐艦以降の日本海軍、在籍駆逐艦の中で、 第二次世界大戦に参戦していない唯一の駆逐艦であり、また徳型駆逐艦として最初の喪失艦である。三保の石事件に続く本艦沈没は艦隊乗組員に衝撃を与えたが、訓練は一層激しくなったという。なお、艦艇研究家の福井静は、三行き防止の原因を衝突後の応急処置失敗にあると評している。電との衝突により、 三行艦首切断後、三行中央部以降では、第一艦室こそ満水になったが、第二艦室は健在だった。だが、三行乗組員が、時間の構造を把握しておらず、釜室の隔壁を補強せず別の部位を補強したため、浸水が進んで沈没に至ったとしている。また、応急の不徹底は、当時の海軍でも重く受け止められ、これ以降日本海軍では、 応急教育の徹底化がなされたという。大藤正直中佐は、太平洋戦争において旧家庭マ間宮特務艦長や標的館、摂津特務艦長等を歴任した。また、三遊き沈没の要因となった、電区畜長、平塚四郎中佐は、慶潤、熊艦長、空母三隻艦長等を歴任して、終戦を迎えた。艦長たちの軍艦誌267ページによる、 加藤二太郎中佐。1928年12月10日から1929年6月29日。加藤二太郎中佐。1929年6月29日から1930年11月20日。安富義介中佐。1930年11月20日から1931年12月1日。直塚八郎中佐。 1931年12月1日から1932年1月11日、第二予備官、初雪官庁兼務金増スギフ佐、1932年1月11日から1932年5月16日、第二予備官、初雪官庁兼務、中原達平中佐、1932年5月16日から1932年12月1日、 第二予備官、初雪、白雪官長勤務、大藤正直中佐、1932年12月1日から1934年7月5日。ありがとうございます。